はい、どうも、皆さんこんにちは。今日ね、とってもいい天気なんですけど、まあこんなね、事情がありまして、家の中でね、待機されてる方たちたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、今日はですね、そんな、外に出れないという方たちのためにまた室内でできるね、トレーニングを紹介していきたいと思います。はい、ですね、今日はね、プッシュアップです。腕立て伏せ、まあこれ補強で皆さんね、よく腕立て伏せとかやっている方たくさんいると思うんですけど、あの陸上の、まあ、短距離走にとって腕振りで使う筋肉っていうのはね、この大胸筋や三角筋、あとは背中の筋肉っていうのをメインに使ってます。なので、まあ、力強いね、腕振りをするとか、まあ、そういうためにこのね、大胸筋っていうのをしっかり鍛えた方がいいかなと思っているんですけど、その腕立て伏せのね、やり方によっては、この上腕の方に刺激が入ってしまったりとか、する場合がありますので、今日はね、しっかりこの大胸筋に効かせられる腕立て伏せ、プッシュアップをちょっとね、皆さんに紹介していこうかなと思いますので、今日もよろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。今日はね、ちょっとこのプッシュアップバーを使っていくんですけど、これがあった方が、大胸筋よりね、こうストレッチ深くまで、状態をね、沈めることができるので、これがね、あった方がいいです。で、もしね、ない人は本でも何でも構いませんので、腕がね、少し手が置く位置が床よりも高くなればそれでいいですから、まあそのようなものがあれば、あのね、準備してください。はい、でですね、まあ、ポイントいくつかね、話していきます。まずはですね、肩甲骨です。プッシュアップするときに、その肩甲骨がこうやって開いたり縮んだり、開いたり縮んだりしてしまうと、大胸筋への刺激がね、あの逃げてしまいますので、なるべくその肩甲骨を寄せて、この胸を張ったような状態ですね。これは今肩甲骨が開いてますよね。肩甲骨をグッと寄せて、この胸を張ったような状態、この、姿勢を維持したままやっていきます。それから、大胸筋に効かせるためには、大事なのが腕の幅です。手幅を広げてハの字にすることで、よりね、この大胸筋に刺激が入りますので、このようなフォームでやっていきます。じゃあちょっとね、やってみたいと思います。はい、でですね、回数なんですけど、短距離選手っていうのは速筋をメインに使うので、できればね、20回とか30回とか、できてしまうような、感じだとちょっとね、負荷として弱いので、あんまりね、何回もできてしまうっていう場合は、このようなね、台のようなものを使って足を高くする。そうすることによってよりね、負荷が高められますし、あとは何かカバンでも何でもいいので、何か物を入れて、それをね、背負って、背中に背負って、やるとかね、そういったことで負荷を変えることができますので、そうやってだいたい10回が限界になるぐらいの、負荷になるように調整してもらって、まあ、10回をね、3セットとか4セットとか、やってみてください。はい、ということで、せっかくね、プッシュアップとかそうやって補強をやるんだったら、しっかりね、自分の狙いたいターゲットに、刺激が入るように、気をつけてね、皆さんもやってみてください。ということで、今日の動画はこれで以上になります。いつもね、本当にご視聴、コメント、それからいいね、ありがとうございます。ポップコーンと、ランニングマン、皆さん毎日ね、ちょっとでもいいから練習してくださいね。それではまた、さよなら。今日ね、午前中ね、献血してきたの。献血なんかね、すごい、献血ルーム行くと、自販機があるんだけど、無料だからね、無料、まあそんなに何杯も飲めないですけど無料でコーヒーとかね、いろいろ出てくるんで今日はね、なんか特別すごいいろいろもらいました。このお風呂に入れるやつとか、チョコとかね、ティッシュとか
ティッシュとかいろいろねたくさんもらってました。なんか冬の時期はね、血液がちょっと足りなくなってくるっていう話もちょっと聞きましたんで、皆さんもねぜひ時間がありましたら献血をねしてみてください。まあ今こんな時期ですから、ちょっと風邪気味とかね具合が悪いっていう人はやめていただいて、健康でね元気だっていう人はぜひね献血の方の協力もよろしくお願いします。それではまた。さよなら。